こんにちは、胸のりチャンネルです。今日はですね、このマビックミニの、モーターカバー私つけてるんですけれども、まあ、今外した状態なんですけれども、このモーターカバーをつけた状態と外した状態でバッテリーの、持ちが何分違うのかを検証していきたいと思います。で、検証終わりました。結果なんですが、モーターカバーありの場合だと11分、37秒ぐらいで、モーターカバー外した状態だと約13分になりました。ざっと1分20秒ぐらいモーターカバーがない方が長く飛べました。単純計算で、このモーターカバー 6g しかないんですけれども、まあ 199mm のマビックミニに対して 6g なんで 3% ぐらいの重量増になるんですけれども、実際には 3% ダウンどころか1分20秒なんで約 10% ぐらいダウンしてることになりました。やはりマビックミニの上にこのモーターカバーが乗ってる状態だと、まあ 3% ぐらいのダウンで終わったかもしれないんですが、ここのモーターの回転軸にその 6g がついてることによって、モーター自身も結構負荷が増えるんじゃないかと思われる検証結果になりました。
まあ、実際18分っていう、バッテリー残量が、交渉値なんですが、まあ、実際に飛ばすと13、4分っていうところが大体の目安だとは思います。その中で1分20秒も時間が短くなるとなると、まあ私は今後はちょっとこれ外したいと思います。やはり1分20秒で、帰ってこれるか帰ってこれないかっていうところも大きく左右されると思われますんで、すごく大きな負荷なんだなと思いました。今日から私はモーターカバー外します。ご視聴ありがとうございました。こんな風に、マビックミニを使っていろんな検証動画、または、綺麗なところの空撮を行っていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またこの動画が良かったと思われる方はグッドボタンもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。